やっほー。やっほー。やっほー、やっほー、やっほー、やっほー。やっほー。やっほー。やっほーしか言わん。こんばんは。今日はお肌を休めてます。私はなんか大人っぽいよね。なんか自分でも見た時、あれ私こんな大人っぽいん？みたいな 今の顔見ても全然大人っぽくないんやけどね。今日はナチュラル起きた。今日はね、明日っていうかお仕事があるから、ホテルなんですよ。一人ですが。明日ちょっと朝早くて。大人もちゃん、こんばんは。大人ももではありません。ナチュラルだにゃん、今日は。え、今日が金曜日よね。明日は土曜日。お花なでなでなで。やあ。やあ。明日土日か。今日金曜日か。作るもんと全然。そうだよ、チリパーみんな見てね。音源初解禁。パチ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 。むちゃんとこ来たよ。えらいね。練習しません。よきよき。なんかYouTube の方でも、なんかテリパが終わった後に聞けるらしいから、みんな聞ける。アーシャからはシリアスなバラード。なんかさ、すごい神秘的なアーシャだよね。なんか女神様みたいなイメージ、すごい自分の中で、そういうイメージの、なんて言ったらいい、そのアーシャ 伝わるかな。期間限定、そう、 YouTube でも聞けるけ。でもせっかくなのでチリパ聞いてください。あー、確かに後ろのね、なんていうのかな、あれはふわふわっとしたやつは。織姫、わかるわかる。幕っていうのかな、あれ。羽衣、なんかそんな感じの暗射だなって私的には思いました。ちょっとかけようかな、邪魔だから。トゥルントゥルン。今日私眠そうな顔してない？なんでやろ。眠くないんやけど。今日もかわいい。ありがとう。髪の毛伸びそうなん。今日ね、見てた時に、髪そろそろ3センチぐらい切ろうって思ってた。で、近いうちに、とか言いながら、
結構行かないんですけどね。いつも、いやほんまにね、確かにいつも眠そうやな。意外意外、嘘、もう結構。和尚気に入ってるよん、撮ってもらいましたね。でもね、そう、アーシャ撮った時がなんかね、片目があの腫れてるって言ってた時あるじゃん。あそこらへん、わかんない、あの日かわかんないけど、あの日、えわかんないけど、まあ、とにかく目のね、二重幅がすごい広くなっちゃってて、そう、ちょっと広い、だからアーシャのももの目の二重幅はちょっと腫れている関係で広いっていう。そうない。でしょ、広いでしょ。そうなんよ。それはね、ちょっとね、目に怒ったよね、ママ。こらこらこら。そうなんよ。よりによって撮影の日に目がちょっと腫れるみたいな。悲しい。目がなんか腫れる。どうなんだろう、うん、でも腫れてるみたいな感じだったかな、ちょっとだけバレない程度に。それはもうそうピエンだったけど、よく撮ってもらってて、そう言われないと分かんないよね今は。全然私の目って感じです。テンション上げる大変。テンションね、まあでもまあめっちゃ晴れとるわけじゃないしみたいな感じでいた気がする。眠そう、嘘、眠くない、眠くない。眠くないよ、顔が眠たそうなんよ多分ね。ちょっともうこれの量ずっと迷ってる私も。どうしましょうかね。こうしたらちょっと暗くなる。眠くなる、ちょっと疲れ、うん、全然。なんでやろう、全然今元気ないよね私。もう元気あり余ってる人みたいな今自分気分は。多分メイクしてないからすごい眠たそうな顔に見えちゃうかも。目がね、すごい眠たそうなんよ、もともと。そう、公園、声出しできるようになったよ。楽しみ。なんかさ、少し泣いちゃった。泣いてない、泣いてない。あのさ、おもこいから、いしょ、声出ししてないやんか。だから、おもこいとか、へたれとか、独り言とか、鼻だれとか、新しいやつとか、どうなるんやろっていう。こんばんは。
嘘、今画像止まってた？止まってなかった？掛け声忘れた？ね、ギガギガソニックだったけど、これはなんかモーちゃん、いつもモーちゃんって呼んでもくれてたよね。どうなるんやろ、重くいとかのコールとか。なんか一気にさ解放されたらさ、その分の曲を一気にコールを考えなきゃいけないっていうね。ももか、ももか、ももちゃん、どうなんだろう。そもそも誰がか、それな、私もあんま分かってない。ここまで来るともはやコールなしでもいいんじゃないかな。でもむずいよね、この3年間書くと。リクエスト投票、お、ありがとう。そう、桃が好きが聞けるのか、嬉しい。みんなに毎回好きって言ってもらいます。コールはしないかも。でもさ、多分コールってさ、なんかいいよね。多分自分が言ってもめっちゃ楽しいと思うし、なんか心がスカッってなりそう。なんて言ったらスカッて、なんて言ったらなんかストレス発散にもなりそう。大声出してコールスクールすることで。そうだね、喉は確かに痛めそうね。みんな大声出してるからさ、気にしなくていいじゃん。そんな自分がめっちゃ出しとるけはずいとかそういうのじゃないから、思いっきり声を出していい場所じゃん。でもなんかマスクはまだつけるって書いてたので、あの気をつけてね。結構マスクで大声出すと疲れちゃうと思うので、体調悪くならんように声出ししに来てね。みんなマスクとかしながらさ、レッスンとか受けるとさ、あのさ、ゼーハーゼーハーなる。静かにね、楽しみ方はそれぞれなので、あれそれぞれなので。マスクで言うのそう。でもさ、なんかこのコロナになってからマスクで普通に運動するのも当たり前になっちゃった。私なんかでマスクでそう声出して結構大変だよ。お見送りでもさ、なんか喋れるんかね。私嬉しい。それはできるんかな。それもマスクでランニング、いやでもなんか学校の体育とかはなんかその外してもいいし外さなくてもいいみたいな、しんどかったら外していいよとか最初から外してもいいよっていう感じだった。お見送りはダメ、いや大丈夫なんじゃないのかな、どうなんだろうね。そこらへん声出しありやったらいけそうやけど、やっとマスク外せる。なんかあれやっけ、3月から、何月からでしたっけ、マスク外せるみたいな。
でもさ、もう本当に3年間マスクしすぎて、急に外していいですよって言われても、なんか外せないんだよね、ももは。恥ずかしくて。なんか。そう、恥ずかしいの、なんか。あ、3月13なんだ。なかなか、ね、なんか、そう、慣れない。なんか、3年ってやっぱすごいなって思った。そうだよね。だって中学校とか高校行く分ぐらいと一緒だもんね。そりゃ慣れるわっていう。リップの消費率。でも毎回メイクして外に出なきゃいけないのめんどくさい。ね、マスク外すとめっちゃ恥ずかしいよね。今までオープンで歩いてたのに、なんか今はもう超恥ずかしいってなっちゃう。しかも、なんかお店とかでマスクを外す瞬間が恥ずかしい、なんか。なんだっけ、あ、そう、食べるところとか。マスクをつけてたら風邪をひかない。え、そうなんよ。もう、マスクつけ始めてから、もう全くインフルとかにもかかってないから、すごく元気。まあ、コロナにはなっちゃったけど、一回。可愛いから、いや、もう全然。でも恥ずかしく食べるんです、それは。ああ、確かになんかね、本当に恥ずかしい。だから私は多分しばらくは抜けません。恥ずかしくて。まあでも自由なんだよね、多分。しててもいいし、してなくてもいいよみたいなやつよね。そう、そうなのって。うん、恥ずかしいから。わかんないけど、多分。そう、マスク体のね、体の一部なんよね、私。道中、あ、そう、食べたやつ送った。あ、でもあれやな、マスクが原因でお肌が乾燥したり、なんか唇とかもなんか合わなくて、自分マスクがね。だからすごくずっと長時間マスクつけてるとめっちゃカサカサになっちゃうんだよね、アワンっぽい体に。今度チャーハン作る。え、そう、聞いて。あ、そうね、したい人はしね、握手会もいつかできたらいいね。あれ、チャーハン美味しすぎた。あ、ひげね、確かに毎回ね、時間かかっちゃうよね。そう、チャーハンが美味しすぎて朝からずっと感動してるんだけど、作った時から今日一日中自分のチャーハンの味に感動してるんだけど、めっちゃ美味しくて、ガタチョウ液、そう、なんか器に入れてこうひっくり返ってピッてやりました。お風呂上がりじゃないよ。そうです、自画自賛なんですけど。私、自分がなんかうまくできると一日中喜ぶ人なので、ちょっと付き合ってもらえると嬉しいんだけど、もう本当に美味しくて。そう、なんかね、前ね、大好きだったチャーハンが高知にあって、それに似ててめっちゃ嬉しかったけど、卵はなんか私的には最初に半分入れて
ご飯入れて、で上からまた入れるっていう方法にしようかなって思ったんだけど、 IH なのでちょっとできるか不安になっちゃって、ご飯ともう卵を最初から混ぜました。自分は失敗したくなくてそう、でなんかパラパラに、そうパラパラになるやつ、そうで、なんかごま油とちょっとだけバターと、なんかねハムじゃなくてチャーシュー、あのラーメンの上に乗ってるチャーシューを買って、それを刻んだやつを入れて、粗挽き胡椒と塩と鶏ガラと醤油とごま油入れたかな入れて美味しかったよ。めっちゃパラパラにできたと思う。え、本当に美味しくて、でもそう、なんか味付けはすごい得意なんだけど、なんかハンバーグとかまだあんまうまくできる自信なくて、だから味付けはうまいけどちょっとハンバーグとかまだ自信ない。チャーハン作る？でも本当はレシピ見て作ろうと思ったんだけど、レシピを見て作ろうと思ったのですが、まあ自分の味見で頑張ってね、何を足したら美味しくなるか考えながら作ったら美味しかったです。目分量で味付けはないけど、名前って、うん、それはない、それはない。あのね、チキンを使ったね料理とかも前作ったことあるんよ。それも美味しかったよ。そう、めっちゃ味見する人だから自分。なるほど、いいね。本当にチャーハンをうまくできただけでこんなに言って申し訳ない。料理上手じゃないのに味付け大失敗って経験はね、なんか味付けだけは失敗しないんだよね。焼いたりするの失敗することは絶対あると思うけど得意分野は味付けのみ。オムライスの卵ね、あんまり挑戦したことなくて、なんかそういうオムライスとかね、ちょっとそういう系が苦手そう、私の中で形をうまく焼くことがめっちゃ苦手そう。そう、ね、私オムライス下手そうだな、チャーハンじゃなくて卵がね、包むの、そういうのがね、難しい。料理は見た目で味はね、結構美味しいんですよ。自信満々のチャーハン食べてみた。どうやろうか、まだまだかな、分からんけど、でも美味しかったよ、個人的には。卵のふんわり感、そう、私なんか卵を切ったらとろーってなるあれを前作ろうと思ったんだけど、 IH はどうしても作れなくて断念しました。だからそう、そういうのをね、コンロがあったら作れるんですけど、 IH ってむずいねーって思った。トロトロのオムライスが作りたい
あれめっちゃむずいよね。クリーム入れると、そうなんや。あれ難しいよね。鉄板とかでも作れるじゃないですか、お店とかやと。IH の選手だね。IH でできる人いるのかな。すごいね、それは。天才だよ、そういう。作れる人は。チーズ美味しいよね。マヨネーズ、ああ確かに。ちょっと得意料理増やさなきゃ。そうなんだよ。でも料理はね、一人暮らしではないのでめっちゃするわけじゃないんですよ。もうちょっと料理する回数を増やさなきゃだね。ママがセンスあるよって言ってくれたけ、ちょっともうちょっと頑張ってみようかな。料理もちょっと頑張りたい。最近ももさんが教えてくれた、ニラと、美味しかったでしょ。好きなんよ。だから塩ベースの結構ご飯というか好きだからね。味が、豚キムは作ったことないな。でも作りたいの。美味しいよね絶対。あんま辛くないやつ作りたい。もーちゃんの親だから優しく褒めてくれる。褒めてくれる。でもね、あんまりね、なんかね、ハンバーグとかやっぱ生のお肉じゃないですか、作るときやけ、あんまりね触らせてくれないです。いつもなんかこの間ね、チキンを焼いたんですよ。チキンを鶏を焼いたんですよ。チキンを作った時、それの時も生肉だから気をつけてね、毎回言われます。包丁、そうじゃないよ。慎重な性格、そうだね、慎重な性格かな。でもなんかあれもしたいんだよね。なんだっけ。あ、そう、魚を買ってきてさばいて、そっから作る。というか、なんか家で魚をさばいて、それを刺身にして食べたいって最近思ってるので、そう、なんかお魚が売ってるところってあるのかな、広島。なんかそのもう刺身にされてる状態じゃなくて、カツオはちょっとまださばけんわ、もう絶対。あ、でもなんか教えてもらいながらやったことある。こうちゃんの時。お魚屋さんあるのかな。スーパーもね、あるよね、多分。魚屋さん探してみよう。
あと春になったらお母さんと一緒に釣りに行こうって誘いました。だからなんか広島の釣りできるところあるんよ、広島市でも。やけん行ってみようって思ってる。釣り竿買わなきゃ。釣り海で、うん、海で。広島市中央市場、何それ。でもなんか広島の市場公開してないよね。なんかママさん釣りできる、わかんない、なんかそんな大物とかではなくて小魚釣りに行こうって。そう、小魚という餌つけれるよ。もうね、最近はやりたいことが爆発してて困っちゃう、時間がない。そう、釣り竿買わなきゃ。でもわかんないんだよね、何の釣り竿買えばいいかわかんない。初心者用のやつ聞いたらいいよね、多分。ハラとか大竹って当てる。ちょっと多いよね。レンタル、レンタルあるとこいいよね。高校卒業したら時間、そうだね、高校卒業したらそうですね、時間がちょっと増えるかなっていうのあるので、ね、ゆんのゆんのゆん聞いてみてもいいね。そうなんですよ。ねむこちゃんから写真が来た。なんだろう。日焼け中。そうなんよ。だからもうなんか誰かわからんぐらい、もうあの日焼け対策していかんといかんねって話しましたので、もう。誰か分かりません、多分。釣りのお仕事とかってなんか嬉しい。そうだと思った。なんかさ、もうめっちゃ怪しい、怪しくとか怪しい、そうか、怪しいね、確かに。忍者、そう、忍者みたいな格好でやる釣り。夏になったらキスを釣りたい、本当に。夜釣りはまだいかんかも、そんなんかそこまでまだ慣れてないから。あ、じゃあ、大人っぽすぎました。ありがとう。なんか夜釣りに行くの、なんかどうしたらいいか分からんのよね、自分まだ。動画では見たことあって、ああそう、なんかね、夜も釣れるんだと思うけど、そうだから今はやりたいことをねえねえ、釣りでしょ、で砂漠でしょ、歌でしょ、でドラムも頑張りたくて、で夜アニの演技も頑張りたくて、もうやばい。あ、料理も頑張りたい。やばいやばい、
ルズリだと電気液が沈むの気になる。そうなんだ。ルズリはのんびりが、そうなんだ。もちゃんもう一人ぐらいいてたほんまにドラマ戦、そうなんよ。なんかちゃんとやろう、やりたいなみたいな。だから今結構ね、まあ、ドラム持ってないんですけど、ドラムをこう手で動画を見ながら練習してます。ちゃんと前ね、なんか謎に8ビートから入ればよかったのに、私謎に裏打ちから入っちゃっててじゃなくて中学校の時に裏打ちから入っちゃって、そうなんよ。だから逆にウルトビートもっと頑張る喉がなんか乾燥した。これ飲もう。たまに急に来るんだよね、なんか乾燥がグイみたいな。加湿器ない、あるわ、つけてないうわ優しい。ここはなんかあったよ、これピルクルミラクルケア。乾燥するとこ多いんやね。だから寝るときはね、寝る前まではお風呂にちょっと水をためてドアを開けといて、こう乾燥を防ぐんですけど、私めっちゃね、なんかドアが開いてるの本当に嫌で、めっちゃ嫌なんよ。もうそれで嫌すぎて寝る前は絶対閉じちゃう、ドア。今日は加湿器だね。なんか怖い。そうなんよ。そう、寝るときって隙間がめっちゃ気になって、空いてるともうなんかうーってなるし、怖いから絶対開けないんですけど、なんか前泊まったホテルがさ、あの後ろに飾っとる絵が顔やったって言ったやんか。だから今日はもう本当になんか葉っぱみたいな自然の絵で本当に良かったほんまに嬉しいと思って、もう顔の時めっちゃ怖かったからね、なんか別に何の現象も起こってないんですよ。そう、別にそうなんか心霊現象があったとかではなくて、ただちょっと怖いなみたいな感じやったから、そう寝る時はね、豆球じゃないとね寝れなくなったんだ。葉っぱ、そう今日葉っぱ後ろの絵ももの絵が顔の時は外して、外してないね。でもなんかみんなさ、みんな心霊現象があったことを話しとるのを聞いたことがあるけど、自分はなくて、ないのか気づいてないのかわかんないけど、自分はめっちゃその心霊現象とか超怖い人だけど起きたことはないんだよね。
金縛りもなったことなくて、でも、でも怖いなとは思うよ。めっちゃ怖いな、なんかいそうだなっては思うけど、今んとこないですね。体験したい、したくはね。足つる、なんか起きた時に首つるんよ自分。なんでかな、もう肩と首めっちゃつるんよ。もうあと片足がそう、なんかねつるんですよね、起きたら。寝相悪いんかな。今日一人部屋あ、多分脱水症状なんだよね。多分それだ、それが毎回つってる、水分不足で。近くにメンバー、この部屋にはいない、後ろにおる。でもさ、なんか私めっちゃお風呂で歌ったり、アニメの曲とかバンドの曲かけてめっちゃ盛り上がってるから、一緒に盛り上がってくれてる多分幽霊も。一人部屋でもそんなことし始める人だから。そう、朝の準備しながら最近はラプンツェル歌うのがハマってます。毎日じゃないけど、さすがに楽しそうでしょ。金曜歌ってる、めっちゃ寝る前とかに歌ってる、ハモる幽霊。それはちょっとね、いいね。みたいな感じ、本当に一人でこんな感じ、やばいよね。最近はまた新たに軽音にハマってて、ディズニーにもハマってるので、そこら辺をめっちゃ大合唱、本当にアナ雪とか大合唱。あ、確かに今日やったらね、うるさいね。ありのままのって歌ってたら幽霊が出てくるかな。そう、美女と野獣見たいんよ。ちゃんと見たことなくて。あの映画じゃない。映画わかんない。いや、そのメンバーと通しするときはちゃんと大丈夫、ちゃんとそのね、うるさくはしてませんよ。家とか一人のときとか、軽音って1期2期両方、今2期の途中まで見てる。でも前見たことあるんよ、見返しとるやから。で、歌とかも昔はなんか、なんだろう、なんかちゃんと覚えてなくて、もう本当にちっちゃかったから、幼稚園とかやったけん。そうだから、あれよ、幼稚園とかやったから、もうね、あんまり覚えてなかった。今はめっちゃ覚えようとしてる。アラジンも大好きだよ。あとボッチザロックっていう、それもバンドアニメ、それもめっちゃいい。軽音面白いよ。でも軽音好きな人は絶対ボッチザロックも好きだよ。そう、バンドリね、見たことないから見てみたい。
ぼっち誰推しですか？なんかさ、バンドアニメってみんないいんよ。ね、ほんまに。みんないいんです。だから本当に、推しが決まんなくて、ずっとなってる。けど、やっぱりドラムが好きなので、みじかちゃん好きかな。みんな、なんかね、そういう、本当バンドのアニメ、本当に推しが決まらない。ぼっちゾロック好きな人も、ケイオン、絶対、両方、めっちゃいい。今日のナチュラル感だいぶいい。ほんまに？ケイオンだった。ケイオンって好きな曲？全部いいんだよな。カスタネットが、あ、わかったわかった。あるね。ドラムでボーカルもするパフカですって。うん。知ってる知ってる。そう、幼稚園の時のゆいちゃんめっちゃ可愛いです。めっちゃ可愛い。リアタイで見てないよ。多分私リアタイの時はね、めっちゃちびっこだからね。あれ、何年放送されてるんだろう。私何歳なんだろう。天使に触れて、いいよね、めっちゃ。2009年やったら、5歳。そうだわ。本当に幼稚園の時とかに聞いてたので。そうですね。リアタイは、まあ、してたかわかんないけど、歌は歌ってましたよ、ご飯のやつだけ。多分お姉ちゃんの影響で。ごちゃいでした。本当に、なんか、なんて言ったらいい、本当に自分がちっちゃい時の曲とか、自分が生まれる前ぐらいのアニメがめっちゃ大好きやから、もうそこで、その年に生まれたかった、なんて言ったらいい。本当にね、リアタイして、ね、したかったアニメがいっぱいあったんよね。ママが好き、ママが好き。姉ちゃん11。姉ちゃん11歳でしたか。姉ちゃんはリアタイしてたのかわかんない。どうなんだ。めちゃ、でも、めちゃ知ってたから、多分お姉ちゃんが結構かけてたんだと思う。当時。そう。ゲーム放送してたから、今のモーちゃん、今のモーちゃん、いいね、いい世代だよ。いい世代に生まれているよ。羨ましい。羨ましい。ねえ、最近、なんか声優さん歌上手だよね、本当に。
本当に上手。自分史上一番可愛い。どれやろ。ね。今日も可愛い。ありがとう。高校の頃、まゆゆさん全盛期。ねえ、で私もちっちゃかったけど。見てたよ、よくお姉ちゃんと一緒に何踊ってたんだろう。なんかお姉ちゃんと一緒にねめっちゃ見てた。お姉ちゃんは何を流してたのだっけ。フォーチュンクッキーかな。あれはあれえなんだったら分かんないけどね、ちっちゃい頃ねテレビで流して一緒に見てたんですよ。しかも4年生の時にその踊ったんだよね、朝のやつで。ちっちゃい頃の記憶やから、ね、とにかくでもね、ちょプッチョしかめっちゃプッチョが頭に残ってる。何個集めてたっていうぐらい買ってたから、もう頭の中にプッチョばっかりある。ちっちゃい頃集めてた。金からときめきね、いろいろやりたいよね。じゃあももいろいろやりたい。彼の実力者最終回まで、ね、すごいね。途中までで一回止まっちゃってるわ。美味しいなこれ。隣さんの天さんのやつ、一応私の3話ぐらいまでしか見てないよまだ。手を使わずキノコの山を食べるのはもう首がつるからやりたくない。首本当に痛かったあの後クラコンでなんか見てだんだんだん、ほんのり甘いシュガーラスク買ったコンビニで。背景の雰囲気がいいかな。タケノコのさ、いや一緒よ、痛いよ首が。やだめっちゃ首痛かったもん。もうやりたくないわあれは。ラスク美味しいよね、私も好きなんよ。ダダン、朝ごはんにラスク食べるのめっちゃ好き。なんか朝ごはん甘いのが好きなんですよね。
ちゃちっちゃい、かわいい。いいサイズもちっちゃい。いただきます。ね、サクサクだね。チルも大丈夫、ピルクルがあるから。もうね、そう最近ね、ご飯を、夜ご飯を食べた後に何か食べないと寝れんくて、うん、そう寝れなくて、なんか納豆食べたり、こういうお菓子食べ始めたり、なんかのスープみたいなの飲み始めたり、他はね、これしか買ってないよ。今もーちゃん食べるの辛いの。おいしい。2回焼いたパン、そうなんだ。パンだけどおやつだよね。うん、ほんのり甘すぎる感じじゃないやつ。なんか安くってなんか砂糖ついてるじゃん。でもこれはついてなくて、なんか本当に噛んでいくうちにちょっとずつ甘みが出てくるから、そうあれですね、ほんのり甘い、美味しい。食べられない。食べちゃいない。あ、もうちょうどいい甘さ。うん、甘いの得意じゃないよって方が、うん、ぴったり。甘いの好きな人も美味しいし。うん、美味しいよ。めっちゃ美味しい。止まらない。ラーメンあるんか。まあ、ラーメンちょっと危険やね。美味しそうなね、ラスクサクサクやもんね。トップリエス違うよ。美味しいね、美味しいよね。それでね、もうこれしか買ってないから。ポテチ食べてる？うん。美味しそうになった。いやー、クシン。なんかど、M でも S でもない。真ん中で。なんか喉がほんまに乾燥する。なんでやろうか、やばい本当に。さっきからポップコーンにハマってる。美味しいよね。ね、配信終わったらつけようか。
配信終わったらお風呂入りながら大合唱しな、まあ、あの怒られない程度に大合唱しながら髪乾かして寝ます。本当にね、一人ミュージカルみたいな急に始めるようなやばいやつなので、あんまりやばいやつと思われてないと思うけど、なくなる。この辺お姉ちゃん、そう寝てると思う。それはでもみんなそんなもん、みんなそう。チリパ聞いてね、結構やばいやつですよ。なんか鏡の前で表情練習し始めたりします。口笛聞こえ、聞こえてないよ。定点カメラで見んの。お茶もあるのでした。気のせいか、みんな聞こえた？口笛。あれはどこ行ったの？コップ。もぐもぐしか なんかちょっと地味になるよね自分。吹けない、吹けないよ。弾けるの逆に。じゃあ吹けるの。あと一歩ない。ほら、あと一歩ない。え、口笛って通じてないの？隙間風ちゃう、ちゃうわ。あ、ん？一回だけだった、なんか。まぐれでした。まぐれで一回なりました。ちょっとだけ。
難しい。一瞬なったまぐれで、本当に人生初だった。今一瞬でもなったのはもう人生で初だった。今いつもヒューしか言わんもうちょっとなったら言います、いつか。指パッチンできんの？間に合った。あ、遊びじゃ、あ、ありがとう。最近ドラップありがとう。スカスカどう？ああもうちょっと何か摩擦音しか聞こえない。指鳴らす、スティーの曲？指鳴らす。煙です。マッチじゃない。マッチじゃない。もう3歩ぐらい。3月25。いやん。あれ、鼻だれのイントロって、え、指パッチン？薬指とか。薬指と小指？ん？グッて、どういうことだ？カスタネット？あと一息。確かに、あと一息。おお。アーシャとてもよかった。ありがとう。嬉しいです。アーシャいっぱいいいねしてください。コメントとか。手売りやったっけ。そりゃそうよ、邪魔だった。あのアシャムシありがとう。介護みたいな、嬉しい。ももさん、ももさん、こういう人、でもなんかそんな笑う感じではない感じのだったかな。
今日はチリパも聞いてください。まだソラーシャ見てないよって方は STU の公式のツイッターで見てみてください。みんなそうね、シリアスな表情、大人っぽいかな、微笑む。どうなん、どうやろうかな。でも自分ちょっと微笑んでたね。大人っぽいとかはより微笑んでて、ありがとう。おもちゃんに野菜使う、仕事使う、よかったです、それは。ちょっと仲間、本当ありがとう。あ、インスタにも出てる。そうかそうか、自分インスタ持ってないから分からんかったわ。ありがとう。衣装も楽しみだね。衣装も、衣装はまだ秘密やもんね。なんかかわいい、ありがとう。あの顔して、いや恥ずかしい、今するの恥ずかしい。チリパのもう一つの楽しみに。時間やね。13位のフェイさん、ありがとう。おにぎりマーク、ありがとう。12位のタロイモさん、ありがとう。自身の桜バナさんか、ありがとう。10位のゼータンさん、ありがとう。新曲公開楽しみ、アーシャムユキ、ありがとう。楽しみに、ありがとう。9位のリックンさん、ありがとう。8位のマッピアのオッピーさん、ありがとう。ジュリパー楽しみ、またお手紙くね。お、聞いてね、手紙待ってるよ。7位のももかろう侍さん、ありがとう。6位の恋してカープさん、ありがとう。5位のハードアットマークマリーナズーさん、ありがとう。5位の、4位のエイトさん、ありがとう。3位のももかしか愛せない、病、マッキー、患者。ももか目覚ましでちゃんと起きれた、偉いです。明日も起きてね。にのったさん、ありがとう。桃たこ焼き、うん、ありがとう。ちの福ちゃん、ありがとう。起用する心、初回帰、楽しみです。お楽しみに。早くみんなと今回の曲のなんて言ったらいい、良さを語り合いたいので聞いてください。23時よねからチリパで、そのチリパが終わった後に YouTube の方でもあるので聞いてください。そう、明日からやっと歌えますね歌えるというか曲のこと言える。またね、また明日感想教えてね。自分はあれ、あの12時まではできないけど、今から SNS やけん、明日教えて。バイバーイ。バイバイ、おやすみ。バイバイ。おやすみ。